ついに、キッドホーラとゲラバゲラバが再起を果たす。イノセントから大型ランドシップダブルスケールと、新型ウォーカーマシン、ガラバゴスタイプを与えられたホーラは、マッドシーに入ったアイアンギアーに対し、現地の花腕族を使って窮地に陥れるのであった。戦闘メカザブングルとは、1982年2月から前50話が放送された、日本サンライズ制作、富野義行監督によるロボットアニメなのでおます。まるで西部劇のような荒涼とした世界に変貌した未来の地球で、主人公、ジロンアモスを中心とした生命力あふれるキャラクターが、ドッタンバッタン大騒ぎする冒険活劇だったのでございます。そうだ、その通り。いわゆる一つの、白富野の代表作で、当時としては、パターン破りのザブングルと言われ、様々な新機軸によりアニメファンをうならせた作品として、当時の体験者の胸に刻まれているのは当然しかり。だもんで、昨今の YouTube のサンチャンでは、子さんのファンが集って、放送開始と同時にワイワイやっているのよな。こちらも、先のダグラムやボトムズなどと同様、昔のネタや知らなかったネタを回収するため、コメントをコピーして検証している暇ぶっこいたおっさん。いやさ、熱い男たちが存在する模様。まあ、ようやくサンチャンでバイファムの放送が始まったので、そっちの方が注目度は上だったりした問題。ガラバゴスタイプは、戦闘メカザブングルの15話から登場する新型のウォーカーマシンで、エルチに求婚を断られ、ジロンにも敗れちまって、泣く泣くカーゴ一家を去ることになったキッドホーラが、イノセントとの契約によって仕掛け人となって再起を果たし、見事に再登場した際に使用した、記憶正しい仇役の機体なのでございやす。戦闘能力を重視したタイプのウォーカーマシンで、機体上部の、一枚板を加工したと言われる装甲板が特徴で、ザブングルのライフルの直撃にも耐えるほどの装甲を誇り、これまでに存在したザブングルやカプリコ、ダッタータイプなどよりも大型、かつ、高出力のエンジンを搭載しているためにパワーも高く、ホバーノズルにより高い運動性を誇るという高性能な機体なのだよ。パナイネー。武器は、頭頂部のロケット弾ポット、胸部や足のつま先に内装された機関砲、左腕の内装式ランチャーなど、表記揺れどころか、演出もその都度変わるざっくりした兵装を全身に装備しているのも特徴の一つ。これらの武器はすべてリモートコントロールが可能で、パイロットが一人だけでも全武装を使用できる上、一般に出回っているものよりも高性能な火薬を使用しており、ジロンたちの武器と和火力が団地なのだよ。高島平。なるへそなるへそ、極めて戦闘的な仕様や特徴的な膠着機構など、量産機としては破格の性能を持った機体は、イノセントと直接取引があるブレーカー。すなわち、キッドホーラやテンプなど、イノセントの先兵となって働くシビリアンに支給されたのでしたとさ。そうかそうか。よかったね。劇中では、キッドホーラが使用したオレンジの機体や、ゲラバゲラバが使用したグリーンの機体が際立っていたのは周知の通り。どちらかといえば、ジロンとの掛け合いが多かった、キッドホーラの機体が人気だったのだけどもね、ホーラにボコられて以降、ギャグキャラと化したゲラバゲラバも何気に人気で、レオタード姿でダンスを踊ったシーンや、最終回でズボンをホーラに取られてピンクのブリーフを露出させたシーンなど、いやあんな記憶に残るシーンがあるために、出番が少ないゲラバの機体も、少なくない数のファンが存在しているのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1983年3月、ついに、ザブングルのプラモデルシリーズの終盤、アニメ本編で印象深い活躍をした機体だけに優先度は高かったものの、オレンジではなくゲラバキのグリーンの機体色を採用したのは、モデラー間でも賛否が分かれたという。100分の1スケールのガラバゴスタイプは、1983年3月頃に1000円ぽっきりで発売されたキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは2008年の再販版で2000円だよ、こんちくしょう。ザブングルキットの中でもかなり大型のキットで、当時、ドランタイプやブラッカリータイプが発売されなかったこともあって、ザブングルタイプと並べて飾るのに重宝されたキットなのでございます。その、通り。だが、しかーし、このキットに関しては、モデラーによって評価が異なる傾向なのだよ、初見さん。それは、ザブングルの100分の1スケールキットは、今でいうところのマスターグレード並みの仕様と、ミリタリーモデル並みの情報量を持って、独自の安全基準を設ける前のバンダイさんが、まさに、ガキンチョの指から血が滲むくらいの、シャープなパーツ精度を誇った傑作シリーズだったわけなのよ。ところがギッチョン、シリーズ終盤のザブングルタイプ、ガラバゴスタイプに関しては、どうにもこうにもざっくりした造形で、売りの一つだったパネルラインなどのディテールも少なめだったのですよ。わけわかめ。ただし、ガラバゴスタイプの場合は、すでに発売されている100分の1カプリコタイプや、ダッタータイプをも上回る大きさを誇るため、1000円でこの大きさは破格の出来だと、巷では結構受けていたのでございやす。そうだっけ？
前述の通り、その大きさは圧巻ながら、各部の造形が微妙なだけに、手を加えるとなるとかなりの作業工程を強いられるのは当然しかり。そもそも、外観の特徴ともなる上部の装甲からして形状が微妙なために、ポリパテなどのマテリアルの入手が難しい時期には、プラ板やプラ棒を接着し、完全に乾燥した後に削り出して加工するという、当時では当たり前のテクを多用する羽目になるのよ。まあ素敵。ざっくりとした解説をすれば、構造自体はシンプルなので、干渉する部分も少なく、関節の可動に関しては良好なのは間違いねえ。当然ながら、売りの一つでもある膠着機構も見事に再現できちまうのが素敵、素敵すぎ。ただし、肘の部分に固定するカバーパーツは、つけると肘が動かなくなるので、代用品に置き換えるのが当然の行為なのだと言っとこう、丸。武装は、頭頂部のロケット弾ポットだけが外付けで、基部で稼働し、旋回もできるのだけど壊れやすいのがたまに傷。足のつま先に内装された、いわゆる、リモコン機銃は方針と走行カバーが稼働し、このキットで走行が稼働する部位は、ポリパーツを使ってないのでそれなりとしか言いようがねえ。左右で形状が異なるハンドパーツは、4本あるクローのうち2本を動かせる微妙な仕様で、この部分の回収は、当時の必須回収だったような気がする今日この頃。その他、コックピットは内部を再現され、内部に座った状態のフィギュアを2体固定する仕様で、風防はちゃんとクリアパーツを使っているのが嬉しいねえ。とにもかくにも、大抵のガキンチョはその大きさで大満足したキットなのだけど、いんや、こいつは許せねえと手を加えたモデラーたちは、腕部や脚部のボリューム調整や、横に広がっている要因である肩関節や股関節、微妙に可動に干渉する足首周辺などを回収したのよな。ぶっちゃけ、アニメ本編の作画はいやあんな感じのものが多く、資料にするのは冒険以外の何物でもないもんで、キットのインストのイラストや、アニメ雑誌などを参考にするしかなかった上に、回収している最中に新しいマテリアルが発売されたりするとだね。どうしても、それらを用いて回収したくなるパティーン。果たして、これはもうモデラーの差がというものなので、自分の中の旬が過ぎちまって、未来の自分にキラーパスを送るという最悪の事態を回避するために、一度は普通に組み立てて、その後に回収を試みるというやつもいたほど。そう、モデラーなんつってもいろんなタイプがいるので、一概にモデラーっていうのはこういう連中なのだと言えないのだけど、例えば、動画とかにキットの作例とかを載せた場合はね、古参のモデラーならば必ず、自分の方がうめえと思うに決まっているのよ皆の衆。大神オディンもご賞覧あれ。玉虫色に染まってカタログ化してない頃の月刊ホビージャパン、1983年5月号では、若かりし日の川口名人がこの100分の1ガラバゴスタイプを制作し、その作例が表紙を飾っていたのは、ある意味、この時期を体験したものならば伝説なのだと人の言う。この時期のストリームベースの活動といえば、川口名人は作例を担当し、小田さんはコラムや MSV の解説などを担当。そういや、高橋さんも作例だったんだっけ？黒い三連星のマッシュみてえに影が薄いんで忘れちまったよ、こんちくしょう。実際の作例では、川口名人も、クローの回収や脚部のボリューム変更などを写真入りで解説してたりしたもんで、実に、この解説が当時のモデラーの回収方法の基本になるのだけども、何の道具を使ったのかの記載がないので、カットしたと言ってもなんで切ったのかわからないのは困りもの。当時のガキンチョなら糸の子。場合によっては、レザー層くらいは家にあったかもしれん、かもしれん。まあ、現在のレザー層とは別物かもしれんけど。なんちゅうか本ちゅうか、このストリームベースのお三方の影響は当時は絶大だったと言ってよく、巷の模型売り場には、平日にもかかわらず、模型のことを熱く語るうさんくさいお兄さんが出没していたのですよ。まあ怖い。大抵はショーウィンドウに自分の作例が飾ってありまして、興味を示したやつなんかがいると話しかけてくるのよな。友達がいないんですね。わかりますあのさ兄ちゃん、ラッカーパテとマイナスドライバーで戦車のピンメリットコーティングを再現するとか、ガキンチョに言ってもわかんねえんだよ。あいたたたー。いずれにしても、当時の体験者は、月刊ホビージャパンやコミックボンボンの模型コーナー、あるいは、前述の気象彦さんの方々の情報が培った技術の根っこにあるのは間違いないのは、モデラーの歴史の悲しい一面ですなそうですな。正直、模型カタログとかした最近のホビージャパンよりは、この頃のホビージャパンは内容的にはしょっぱいけども、制作意欲を増大させるパワーに満ち満ちていると評する、当時の体験者も存在するのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、うさんくさーい。